ちゃん。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。もうね、来シーズンのことも見据えて。まあ、見据えるというよりも、はい、もう来シーズンにどん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 ね、はい、全球団が向かっていってるわけだから、はい、もう終わった瞬間からもう来シーズン見てるから。そうですね。ただ、ああ、うちここ頭が痛いな、ここをちょっと直していかなきゃいけないなっていう風なのを、うん、まあ、いろいろ頭を抱えているのが、どうやら DeNA、豊さんも。ね、OB ですけど、まあでもね、頭を抱えてるっていうよりも、はい、いろいろ行動足早に、はい、フットワークよく俺は動いてると思うよ、今シーズン。まあ、あのもう太田大志選手、だから太田大志なんてさ、はい、まあ、各チームの左ピッチャーの先発ピッチャーバーンと名前出したら、はい、相当いるからね。そうですね。いや本当に、はい、高橋が3人いる、はい、とりあえず、うん、巨人、ヤクルト、阪神に、はい、高橋がいて、うん、ね、どこだとか玉村だとか、はい、あと阪神は伊藤だとか、はい、で大野雄大だとか、うん、小笠原だとか、もう左が多いんだよ。はい、貴重ですね。いやだから太田大志っていうのは使えると思うんだよ、そういう意味ではね。そうですよね、だから機能してくれればすごい補強にもなるし、はい、はい、そんな中でまずあのピッチャー陣、まずちょっと見ていきたいんですけれども、はい、ちょっとピッチャー陣が前のシーズンですね、2021年のシーズンは大垣投手の6勝が最多で、さらに守護神も不在ということで、ちょっとトレードに乗り出すかなんていうものもちらほら聞かれてはいるんですけれども、うん、まずピッチャー陣どうですか。いや補強できるんだったらした方がいいよね。やっぱり右ピッチャーだよね、右の先発っていうこと、うん、左はね、ある程度今永がいて、はい、山口がいてみたいな、東がいてみたいな、はい、だからその3人がもうしっかりしてくれれば、うん、なんとかなるかなっていう、はい、まあ、石田も先発ができないことはないしね。あ、はい、うん、もともと先発のピッチャーだし、うん、まあ、それが中に入ってただけでね、はい、まあ、それ左ピッチャーはそんなに俺はいらないと思うんだよ。やっぱり右だよね、うん、右が欲しい、はい、でも大抜きっていうのは俺10勝できる素材ではあるし、はい、うまいことリードしてやれば俺なんとかなると思うんだよね。これあの6勝が最多だったっていうのは、これどうしてこういう結果に立っちゃったんですか、うん、ピッチャーなあいや怪我とか、まあ、たださ、はい、まあ、これは言い訳になるけどさ、はい、横浜スタジアムでさ、はい、勝てるピッチャーに育つっていうのは相当力がないと無理なんだよ。あ、そうなんですか。これやっぱね、コーンって言ったら入っちゃうから間違えられないんだよ。そうですよね。いや本当に、球場的にでね、バッターのレベルもものすごく上がってるしね、うん、今やっぱり150キロ以上投げて球種を4種類ぐらい持ってるピッチャーでないと、はい、なかなか厳しいよね。今だとエースって誰になるんですか。今永だよね。もうこれ今永投手で、うん、で上茶谷も悪くはないんだけど、はい、やっぱこうポカがあるよね。うん、あれで力投派っていうのは時として間違えてそれを持っていかれるというか、うん、だから今監督やってる三浦監督、はい、決して向きになってないもんね。だから横浜スタジアムで投げるときはね、はい、だから外の立ち入れ、インサイドを見せといて外の立ち入れ、うん、っていう組み立てだったんだけどさ、はい、やっぱ力で行こうとしたら結構痛い目に遭ってるよ横浜スタジアムはね。浜口投手は、浜口はね、中継ぎとか無理なんだよね、はい、その立ち上がり下手だし、うん、で立ち上がり 1,2 回を無難に乗り越えたらその後はずっといいピッチングするんだけど、うん、はい、だいたい失点するのは 1,2 回なんだよ、はい、だからここら辺を 1,2 回を誰かに任すかっていうようなだからそのぐらいやっぱり課題があって克服ができてないんだよね、はい、だからそこら辺を克服できるようになってくると、うん、まあ安定したピッチングはしてくれるんだよね。あと、まあ平投手だったり坂口投手、あとドラフト1位の右腕の入江投手、まあ、ちょっと故障とか。いやでもさ、はい、でもさ小園が入ったじゃない。あ、そうですね、小園に期待だよ。あの小園投手はキャンプこれ一軍帯同で来そうですか。まあしてほしいけどね。来シーズンそのローテの中に入ってきそう、途中からでも。これ体が強い子だと思うんだよ。それとね、投げ方見てるとバランスがすごいいい子だから、はい、そんなにね故障しないと思うんだよ。で奥がみたいに育ててくれればいい、はい、おすごいピッチャーになるってことですね。いいもちろんもちろん。そうなってくると、はい、奥側のいいところって逃げないところなんだよ、うん、それを横浜スタジアムがもう球場だけど、でもそういうピッチングをどん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 彼がしていって勝ち星を積み上げてくると、はい、他のピッチャーが目が覚めるんじゃないかなっていう相乗効果ですね、いわゆる。そう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 、うん、もう三浦も大輔も絶対大丈夫みたいな言わんから、ね、関西弁ってなんて言うんかな、絶対大丈夫っていう。なんて言うんですか。
絶対いけるねみたいな、そんなんでいいからさ、三浦大輔関西人だからどっかのパクリみたいになっちゃいますけど、いやいいんだよ、絶対いけ る, 絶対いけるこのスローガンで、うん、ピッチャー陣絶対いける。じゃあ補強はあの秋吉投手とかはじゃあ取る、まあ、あの取っても中継ぎでしょ。でやっぱ取ってきた人間にいきなり抑えを任すっていうほどの秋吉に力を感じてないんだろうね、うん、飛びつかないっていうのは、はい、うん、だから、まあ、そこら辺は冷静に見てると思う、うん、ただ中継ぎでは使えるピッチャーだとは俺は思うけど、はい、でもそこら辺のピッチャーっていうのは横浜にもいるんだよね。あ、でも今年三浦大輔監督がやっぱ我慢して使ったピッチャーもいるからさ、うん、だからまあ中川とかね、はい、だからそういう意味では来年の飛躍に期待をしてもいいと思うね、うん、まあ、もちろんトレードしてもいいし、はい、あと守護神なんですけれども、あの三浦監督あのインタビューにちょっと答えていらっしゃっていて、12月にその守護神について今白紙の状態だっていうふうに、それは言えないよね、うん、もう今から言っちゃったらまあプレッシャーかかっちゃって、もうなんかもうなめくじみたいに小さくなっちゃってるかも、なんか塩かけられてピッチャー、いややっぱ辛いポジションだよこれ。豊さんだったら、まあ、山崎、矢崎投手、まあ、三島投手もいますし、どうなる？俺もやっぱり大輔と同じようにすると思う、白紙、いや白紙っていうか見てみなきゃわからない。それはその来年の来年のやる気だとか、その目つきだとか、はい、あ、そういうことをやっぱり見るしかないよね。もうそれじゃなかったらもうエスコバーで男は黙って投げるだけってもうそれでいいと思うよ。いなかったら別に日本人にする必要はないからさ。そうですよね、うん、外国人だっていいわけだから、うん、もうそれだったらもうエスコバーに任すとかさ。そうですね、まあ、エスコバーももう男は黙って投げるだけ、本当にその通り、うん、黙って投げてるけど打たれ出してきてるっていうさ、ちょっとまだ、まあ、慣れてきてるんだよねエスコバーに対して、各球団が、うん、だからまあそこら辺は一工夫が必要だと思うけど、はい、まあ、精神的なタフさだとか、うん、体力的なタフさ、はい、そういうことを考えるとエスコバーでもいいと思うしね。お、うん、別にあの安崎とか三島にこだわる必要はないと、うんうんうん、ということはじゃあピッチャー陣に言えることは、豊さん的にはちょっと右の先発がまずちょっと足りないなと、欲しいな、まあ、バランス的にはね、うんうん、まあ、欲しいなっていうふうに思うね。あと、まあ、左だけでもいいんだよ別に、はい、勝てりゃいいんだよ。そうですね、うん、勝てりゃ右も左も関係なく、うん、ただバランス的に置いときたいのは右がやっぱ勝ってほしいなって思うよね、うんうん、あとはそのタイプ的にあの横浜のあのスタジアムできちっと勝てる投手に育ってほしいってことですね、まあ、そうだね、投手が星さん、横浜スタジアムで勝てるピッチャーは、はい、他行っても絶対勝てるから、はあ、間違いない、これは。名古屋に行ったらもう楽勝に勝つよもう一発ないですもんね一発もないからそうですよね。いやもう本当にだから小園がうまく育ってスタジアムで勝てるようなピッチャーになってくれると、うん、なんか後から続いてきそうな感じがするんだよね。じゃあ1つキーにいいピッチャー取ったと思うよ。そうですね、1つちょっとキーになりそうですね。あ、なるなるなる。あと、野手陣でいうとなんか再建が必要なところってありますか？やっぱキャッチャーの固定だろうね。やっぱこういろいろ迷ってる節があるよね、うん、まあ、伊藤光なのか山本なのか、はい、まあ、果たして戸柱なのか峰なのかっていうさ、うん、まあ、そういうところで回してるけども、やっぱり100試合以上かぶれるキャッチャーが欲しいね。そのためにはそのキャッチャーに豊さんが求めること DeNA のって何ですか、一番必要なの。俺は一番あそこでおどおどしてるのはピッチャーだと思うんだ、はい、それなぜかというとやっぱ球場が狭いしね、うん、だからリーダーシップを取れるようなキャッチャーが欲しいよね。引っ張っていけるような、引っ張っていける、うん、そうするともう精神的なものになるんですかね。そうなってくる、まあ、精神的なもんで言えば、はい、まあ、そうやって言えば簡単かもわからないけど、技術も伴わないとなかなか難しいよね。張ったりだけじゃできる世界じゃないからさそうですよね、それでポカンって打たれたら意味ないですもんね。そうだから、まあキャッチャーが100試合本当に任しきれる、うん、でその視線のキャッチャーが疲れてる時に誰を生かすかっていうことが理想だよね。このピッチャーにこのキャッチャーが合うからとかじゃなくて、はい、やっぱりキャッチャーとしてドカッと座ってくれてるキャッチャーが欲しいなと思うよね、うん、その中からっていうことですよね。今いるキャッチャーの中から誰かがそういうふうに出てきてほしいっていう。いやもう無理かもわからないしね。だとしたらやっぱどっか取ってくるかもわからないし、うん、それはもうみんなそういうのに慣れちゃってるから。あ、そうなんですね。もう前からね、難しいですね、だから使ったり使われなかったりとかしてるから、はい、
だ体力的にも精神的にも、うん、やっぱスタミナという面ではすごく心配になってくるよね、はい、まあ、その中の4人の中からピックアップして1人だけっていう、ね、決めてもいいんだけども、はい、まあ、なかなかそうは言ってもね、やっぱ勝たなきゃいけないから、はい、まあ、難しいかもわからないし。そうですね、うん、そのじゃあバッター陣でいう何かあります？やっぱセンターラインがなかなかやっぱこう決まらない、うん、まあ、キャッチャーも含めると、まあ、そのさっき言った4人、はい、で二遊間だと大和なのか森なのか、うん、倉本なのかとかさ、はい、柴田なのかとか、うん、でセカンドは牧で大丈夫なのかとか、はい、で桑原は今年頑張って、うん、ある程度センターのポジションをまた掴んだよね、はい、だからやっぱこうセンターラインがやっぱこう落ち着いてこないとさ、はい、やっぱチームの落ち着きになんないよね、うん、だから森っていうのにものすごい期待はしてるし、はい、この秋から石井拓郎が森を捕まえていろいろ指導してるみたいだけども、やっぱそれも楽しみだよね、成長がね、うんうん、で牧を本当にセカンドで使うのか、はい、思い切って一流にしてバッティングに専念させるのか、うん、まあ、牧のセカンドっていうのも苦しっちゃ苦しいよね、守備的に言えばね、はい、でもそれをうまくさせるのか、だからこれはもう一つの考え方で、三浦監督がどうしていこうとしてるのか、うん、まあ、やっぱじっくり聞きたいけどね。そうですね、うん、三浦監督にもそのあたりどういうふうにっていうのを聞きたいですね。だから三塁はもう決まってるから、宮崎にね、はい、決まってるから、まあ、ファースト外がいるんだったら外をどうするのかとか、はい、そのあたりちょっと三浦監督に直接、まあまあ迷いがあるっていうのは選手の層が厚いということだからさ、まあ、そうですね、逆に薄くてやって言ってるわけじゃないから、はい、だからそういった意味ではその DeNA っていうのはなんか来年に向けて本気で動いてるなっていうような気がするしね、はい、そうですね、うん、本気度をすごく感じる。あのそのあたりちょっと本当にあの三浦監督に、はい、あの聞いておきますよ。あ、じゃあ出演とかもね、ぜひね、していただいて、もちろんもちろん、うん、そのあたりもじっくり豊さんお願いします。はい、はいはい。